どうも皆さんおはこんばんちはです、パパスです。今日は今 JF1 NBOX カスタムターボをバラバラにしていってるんですけど、このバラバラにする前に異音が聞こえたんですよね。カタ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 っていう。でそれがエンジンからなのかミッションからなのかドライブシャフトからなのか、その異音の原因を社長と一緒に追求していきたいと思います。お願いします。なんで黙ってる社長言ってよ、なんか間違えてんのかなと思うやんとりあえず どんな感じ言うか、はい、まあ乗るやんか、うん、運転しとったら、うんうんうん、そうね、運転しとったら、うん、まあ、ボンネットの中から、はい、まあ、エンジンらしきあのカタ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 と、うん、で加速した時はそんなに言えへんねんけど、うん、ちょっとアクセル抜いて減速したりとか、うん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 、そういう時がまあ一番よう出たりとかで、うん、加速してんのもこう滑らかな加速になってきた時にカタカタカタと、うん、なるんや。そうそうそう、まあどっちかっていうと低速気味の時にですね。低速、まあひどくなったら高速も出るんかもしれんけど、うん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 、うん、まあ、低速の方がまあ音が分かりやすいな。おおお、そういうことね。はい、そういう時にまあエンジンかなと思って、うん、まあメタル音、うん、エンジンのこの、うん、およいしょ、オイルメンテ悪くてここについてるクランクシャフトがカタカタ言うてんのかなと、うん、このタブレットカバーがカチャカチャ言うてんのかなっていう、こういう感じの音やってんけど、うん、こうグローボックス付近に耳当てたら、うん、グローボックス付近の方が音が良くなってた、良くなってた、うん、でまあとりあえずまあこうやって調べて、うん、まあミッションが悪いんかなと思っとってんけど、うんうん、でまあはい、うん、あの本題はこう、うん、ミッションやっていう、おう、うん、ディーラーさんではミッション、うん、そうそうそ う, そう、うん、で、うん、電気照らしてよいしょ、これ分かるかな、ドライブショットの中のグリス、ああ、うん、出てる、出てるやんか、うん、これあの中のグリスが、うん、固まって、うえ、溶けて出てきてるんだけど、うん、やめて以前にこの、うん、ここ、よいしょ、この黒い輪っかのシールの奥に、はいはいはい、デフのこのベアリングがあんねやんか、うん、そこが悪いっていうことで保証延長で、うん、保証が期間長くなって、うん、無料で交換しますよいう、こういうキャンペーンもあって。ほー、ほん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 。うん。ほん。で、うん、まあ、そこが悪くなるんかなと思っとってんけど、うん、まあ、このグリス見てもらってわかると思うねんけど、うん、いっぱいついてる。うん。うん、だから、俺はやで。うん、俺は、このドライブシャフトあるやんか。うん、はい。ドライブシャフトが、うん、うん、こんな感じ、なってる、もうカタカタやんか、このグリスが飛んで、はい、ドライブシャフトが悪いんちゃうかな、うん、このボールジョイントね、こっちの、うん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 、かもしくは、うん、やっぱりデフのサイドベアリングが悪くなって、うん、こうデフが変な動きするやんか、うん、でこいつがそれにつられて、うん、グリスが飛んでここにガタが出てたかって、うん、あー、そういうことね、うん、そういう時は分解していかなおかなか。だからまず、うん、ミッションの世界領域はやっぱり大変やん。そうやね。うん、そうですね。だからとりあえず、うん、こうドライブシャフトこう、うん、まあ、まあ普通に、うん、ついてる状態でも、うん、ちょっとこう、あ、なっ、カチカチ音なるやんか。なってるなってる。もうなんかカン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 ね。鉄と鉄が当たるような。うん、なんかね。で振ってみて。うん、音が出るんやったら、うん、まずこれを変えてみた方がいいと。ああ、ドライブシャフト。うん。うん、じゃあ、このミッションもやった方がええっていう人もおるかもわからないけど、うん、まあ、ドライブシャフト簡単やんか。はい。で、まあ、まりかしね、うん。どっちみちこんなん交換せなあかんから、うん、一回、リビルトとか、うん、皿とか入れてみて、うん、音が止まったら、うん、ドライブシャフトやし。そうやね。うん。で、また乗ってるうちにとか、音が鳴ってきたら、うんうんうん、デフのサイドベアリングだし、うん、順番にね、そうそうそう、だから俺からしたらミッションがそこまで音出る
変なのちゃうかなと思って、うん、だからこっちの音が伝わってエンジンの、うん、メタル音みたいな感じでしてるんちゃうかなと俺は思ってんねん。そういうことね。重いやで。重いね。だからまずこれを変えてみて、うん、これでまあ支障がなかったらこれ、うん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 、ドラシャです、うん、ドライブシャフト、ドライブシャフトです。だからここがだからまあ、うん、そのグリスが飛んでじゃなくてガタが出て、うん、異様に熱持ってグリスが飛んだとか、うん、バンドがもともと弱いとか、うん、そんな感じや。それでもあかんかったらミッションやね。そういうことね。ハブやったらだってハブはゴーっていうもんね。そうそう、だから、うん、1回このミッションを下ろした時に、はい、このミッションもちょっと割ってみたいねんけどね。うん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 、うん、どんなのか分からへんでバラバラなんでやかんやかん。デフのこのサイドベアリングが、はい、まあほんまにこれぐらいで音ガタガタ、うん、で結構反対側は、うん、見えるかな、こっちがこっち側か。痛い頭打ったよ。このガタがないんやんか、そんなに。うん、結構あ、お前全然言わへんな。ちょっとガタガタ出てないで、うん、こいつなのか分かれへんし、うん、ドライブシャウトかも分かれへんし、うーん、あ、だからミッションがあかんなってドライブシャウトが、うん、か逆にドライブシャウトがあかんからベアリングがあかんなのか、つられたあかんのか、うん、ガタの度合いがやっぱりこっちの方が大きいから。へえ、そうですね、うん、な、うん、振るだけで音鳴るもんな、うん、大きいからこれもバラしたいなっていう感じ。そうですね。いける、もういけるよね。わからん。このタイミングでしかでもバラすときないですしね。そうそうそう、まあ。どうせやったら。もう、うん、売れへんっていうような。うん。で、一回バラしてみようかなっていう、うん。そうですね。組み付けはせえへんで。まあ、バラして、ガタがあるかないか。はい。ああ、あったわ、ぐらいのね。うん、まあ、それはちょっと後日に続きますが。まあ、こんな感じですね。これがハブ。ハブチャ、ドライシャの刺すところで、うん、まああんな音でもようなるっちゃようなるもんね。だからそのターボがなるのか、うん、このこれがなるか分からへんけど結構な。あ、そういうことね、うん、だから結構足元、助手席の足元からカタカタ、はい、音は多分あれやと思うんだけどね。うん、カタカタはね、うん、でもドライシャってあんな音すんねや。そうそうそう、へえ、面白い。内側がなったらな、ゴー言うたり、はい、初めは、うんうん、まあ、カタカタやな。へえ、こんな感じですね。鈴木とかやったらやっぱゴー言うんですよね、うん、ゴー言うと80キロぐらいで、80キロぐらいしか出んのかな。スピードも変わんの。踏みたいねんけど、ゴー言う音でなんか、あー、うん、踏み、私も一回変えてもらったか、昔。そうや、そうや、うん、ベアリングからのドラね、あった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 、すごい年だもん。そうそうそうなんか速度が出えへんような気がするやろ。だこれはちょっと普通に速度は出んねんけど、やっぱり低速のちょっと減速した時とか、うん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 、ゆっくり加速して、うん、してる時にやっぱり音がコト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 って、うん、うん、ね、だからまあ俺の思いでは、まあ、一回ドライブシャウト変えて、うん、それで音が止まったら、うん、それで乗っててもええかも。うんうん、イオンが止まったらね。そう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 、そう、ね、ミッションの世界はだいぶしんどい。そうそうそう、まあまあこんな感じで皆さんもイオンが知ってみたら足回りですね、ちょっとこの動画を参考にしていただけたらと思います、うん、頭何もなってない、めちゃくちゃ痛かっただいぶ賢くなってきたやろな、そんだけ打ったら多分尖ってたさっきのそうやろ。めっちゃ痛かった。まあこんな感じでですね、うん、今日はイオンに対してですね、どんな原因があるのかをちょっと社長と一緒にお話ししていきました、うん、皆さんよかったら参考にしてみてください。ではよかったらいいねとチャンネル登録お願いします。他の動画も見てね。バイバーイ。